はい、どうもこんにちは、クレです。ということで今回は先日宮古島に行った記録を3日間に分けて投稿していきたいなと思います。この動画ではプロ野球選手の自主トレに遊びに行かせてもらった記録を皆さんにお届けできたらなと思います。で今もう早速ねこのキャッチボールシーン、前日にねこのキャッチボール決まりまして、この日の朝起きた時はね珍しく緊張してました。だいたいキャッチボール自体は僕自身1年ぶりぐらいでしたね。まあ、平さんもねだいぶ力を抜いて投げてくれてると思うんですけど、それでも威力半端なかったです。でこれはですね、今平さんがチューブを使ったトレーニング、まあウォーミングアップですねをされてるんですが、まあ同じように試合前にもまあ普段ねこういった動作をされているらしいです。で本当にたくさんの練習器具がね、うん、この宮古島には揃っておりました。ちょっと飾り用なんですけど、あ、来た。これあれっすよね、この間リッチーと配信した時に話してた。うわーすげえ。これ本当は飾りだと思うんですよ多分。はいはいはい。かっこいいんで使おうかなこれめっちゃいい。使ってください。いや僕が使うのもったいないですよこれ。これ使って。マジっすか。面白いんで。じゃあちょっと使わせていただきます。いすごー、これいくらするんですか。そもそも売ってないですよね。アメリカで買って確か600くらいだったんで。600ドル、はい、絶対使うやつじゃないですよねこれ。使ったらなんかちょっとモチベーション上がるんで。すげえ思いっきり人生で初めて見ましたシュプリームのグローブ。一応僕 SSK のこれいつものアドバイザリーなんで。はいはいはい。一応 SSK も映してる。しかもちゃんとタイラーゲームで入ってたっすよ、はい、一応練習用なんで何入れてもいいんで。あそうこれ練習用か、はい、これ入れてもらって、はいはいはい、ちょっとふざけて参っちゃったんです。お、え、URL 入ってる。URL 入ってる。これも URL 入ってるんで。あ、すみません。次に平さんのインスタにも上がっている重たいボール、メディシンボールを使ったトレーニングを教えてもらいました。実はね、このボール見た目だとね、そんなに重たく見えないかもしれませんが、なんと3キロあるんですよね。まあ、平さんが持ってるとめちゃくちゃ軽そうに見えるよね。ジャンプ。でこの動作簡単そうに見えて意外と前にジャンプしながら投げるっていうのが難しくて、まあ、自分もね投げてみたんですけどネットまでなかなか届きませんでした。よいしょ、おい、おめっちゃ投げません。クレイって言います。お願いします。あの普段プロスピエースとかを実況します。俺のエースある。あ、エース持ってます、はいはい、もちろん。いや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 、あの横の変化がやっぱり強いです、スライダーがめちゃめちゃ。誰かの YouTube でスライダーとカットがあるのがいいって。あ、そうですね、はい、横変化が2種類あると強い。あ、じゃあ分かんないじゃん。あ、通信強いです、めちゃくちゃ、はい。俺通信もプロスピシュートされてるからさ、よくあるんですよ、そのなんかツーシームとなんかシンキングファストって名前になってたりとかもあります。シンキングファストってマスラマッシュなんですかね、わかんないですけど、まあ、そもそも存在しないって話ですよね、新規名前は、はい、ただゲーム的にゲーム的になんか、はい、シンキングファストね。じゃあ俺も来年からじゃあまっすぐ行きます。シンキングファスト行きます。今回与田選手とお会いするのは初めてだったんですけど、実はこの翌日にねゴルフもご一緒することができまして、初対面の僕なんかにもねめちゃくちゃ優しくしていただいて本当に感謝しかないです。そして平選手と与田選手のねキャッチボール間近でね見させてもらったんですけど、もうこんなにね近くでプロ野球選手のキャッチボール見れるっていうこと自体がね、まあ本当に幸せな時間でした。まあ、さっきのね僕とのキャッチボールの時もめちゃくちゃねボールやっぱり速く感じたんですけど、やっぱりこう見るとまあこの実際ねもっと力を入れて投げているボールはさらに速いし、まあ威圧感というところをね感じました。まあ、この日はね天気もギリギリ持ってくれて、半袖でもね本当に気持ちよく過ごせる気候でした。まあ、プロ野球選手たちのね自主トレに多く宮古島が選ばれているイメージがもともとあったんですけど、まあなぜねその宮古島が自主トレに選ばれるのかっていう、まあその理由がね本当に分かったような気がしました。全然曲がってるように見えましたよ。普段キャッチボールは一番何意識してるんですか。意識は変化球の回転とかだったんです。ああ、メカニック的なところはあんまりクイックで投げてるんで、うん、もう意識はないですね、うん、回転だけですよ、うん、本当に右なんか感覚でしか分かんないんで、はい、機械使わないと、うん、感覚で
軽く回転かけて調整してみたいな感じ、うん、実際どういうのがかかってるかはもう記録してデータ取ってっていう。そうですね、そうじゃないと正確なの。うん、うわー、そう、与田さんから見て平さんのボールって鉄球鉄球鉛が飛んでくる。いやー、与田さんのボール向こうから見たらめちゃくちゃ浮いて見合いましたよ。もう音もエグかったっす。いや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 、与田さんはキャッチボール一番意識しているところってどこになるんですか？突っ込みたくなる、うん、なるべく突っ込まないように回転する、うん、さっき平さんはもうボールの回転だけって言ってたんで、はい、違うっすね、選手それぞれで。もうなるべく自分の悪い癖を知って、うん、こう、いかに打てないように、うん、マウンドよりはその難易度が下がる、うん、だけどデータなので、ポジティブとかないと。うん、今回のこの自主トレには平選手、与田選手の他にも高橋光成選手、平井選手、羽田選手、渡辺裕太郎選手がいらっしゃって、個々の映像はなかなか撮れてないんですけど、ご挨拶する機会をねいただくことができました。まあ、会話もね、めちゃくちゃ盛り上がって本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。まあ、今回のねこの西武投手陣の皆さんの自主トレはもともとね菊池雄星さん、今トロントブルージェイズでね、活躍されている菊池雄星選手から受け継がれたっていうね、話を平さんも、されておりまして、まあ、ここ近年のね西武の投手陣の皆さんのレベルの高さをね、この短い時間ながらではありましたけれども身をもって、体感することができました。でちょっとねここからは予定になかった緊急的な動画になっているんですが、平選手とのね自主トレの時間が終わった後、なんと内間選手の自主トレにもね参加させてもらえることになりました。ということでちょっと急遽向かってそのトレーニングのね施設に、着いたわけなんですが、もう着くとすでにねもうトレーニング始まっておりまして、多くの選手たちがこの室内球場で汗を流しておりました。早い。もともとね内間選手は僕の動画を見てくださっていて、連絡はねちょこちょこ取り合っていたんですけれども、お会いするのは今回が初めてとなっています。プロスで1日何時間するんですか？いやでも日によります。本当にがっつりやる日はでも大会とか来てたらもう6時間8時間とか、はい、この前はそうですね、がっつりやってました。毎日6時間ぐらいやってました配信。内間選手はこの自主トレに参加するのは2回目らしく、前回も安崎さんと宮古島に来ていたみたいです。実は内間選手と話している時にもう自主トレの入れ替わりのタイミングになって、この施設を使う選手、次にこの施設を使う選手たちがいらっしゃってたんですけど、その中に千賀選手がねいらっしゃいました。さすがにカメラはね向けることできなかったんですが、メジャーリーガー千賀選手をこの目で見ることができてね、めちゃくちゃ興奮しました。そしてその千賀さんと一緒に、ね、石川修太さんもいらっしゃっていて、もともと石川選手ともちょこちょこやり取りをさせていただいてたんですが、まあ、ここで初めてお会いすることができました。内間選手はプロスピ経験者で楽天純正をやってたらしいんですが、ご本人がカープにね、移籍をされたので、また S を取りに行かないとっていうねお話もされてました。出てくるワード全てがねめちゃくちゃやってる方のワードでした出てくるワードがガチなんでやってる証拠っす。ちょうど今たまたま千賀さん来ました。いらっしゃいましたね。安崎さんとお会いさせてもらうのは10ヶ月ぶりぐらいですかね。ただ前回もその前も撮影でお会いしているだけなので、実際トレーニングしているところをね間近で見させてもらうっていうのは初めてなので、まあすごい貴重なこのオフでしかできない時間を味わわせていただきました。1年間また頑張ってプロスピアップデートにいやいやもうそれはもう楽しんでもらえるようにアップデートの時期までなんとか250セーブして確かに250セーブの写真とかが出たら絶対欲しいな。でも本当おかげさまであの動画もすごい好評で、はい、めちゃくちゃ伸びました。まあ、このトークにもありますが、まあ、前回の撮影のこととかもね、すごい気にしてくださっていて、やっぱりめちゃくちゃ優しいな、人として尊敬できるなっていうのをね、改めて思いました。そして実はなんと最後にですね、安明さんからチーム安明 T シャツもいただいてですね、ぜひ写真もどうですかということで写真も撮っていただいて、本当に一生の思い出になりました。ということで今回は1本目の動画として自主トレ潜入編をお届けしました。本当に貴重な経験をさせてくださった選手の皆さんに感謝です。
最後までご視聴ありがとうございました。